大丈夫かな。テイク2になりますね。初めて撮り直しました。話がもうグダグダして、もう本当ね、すごい話練ってるんですけど、最初良かったんですけど、ちょっとなんかあんまり良くないなと思って、ただいまの時刻は、2月の18日金曜日、23時36分ですね。ギリギリ18日の金曜日に、いつも通りまた毎週やらさせていただいてます。トッピグループのお時間となりました。ね、私トッピが勝手にいろんなことをしゃべるっていう、ただそれだけの話なんです。ただそれだけの話なんですけども、いつもご視聴くださりありがとうございます。本当にね、今日18日ってことなんで、ホタテの日ですよね。ホタテの、失礼しました。ここのチャンネル何ですか？トッピチャンネルになりますね。今映してるの何ですか？稲葉の舞浜です。ホタテミックス味になりますね。はい。メロンも五右衛門もこれ食べてますね。本当に。いつか必ず怒られます、これ。ね、怒られます。絶対ね、これ優しいからね、多分許してくれてるけど、それ多分怒られますよ、これ。でも好きだからやっちゃうのよ、なんか。そういうことやるからね、友達ができないんだって分かってるんだ。ね。もう今のくだり見て笑ってるの、まあねえだけですよ。ね。まあさんだけですよ。まあさん見てる？ちゃんと。たまにはコメントしてよ。待ってるよ。で、今日のテーマなんですけども、検査に行ってきたよ、パート2をちょっとやろうかなと思ったんですけども、大切なんですね、ゴールドメンバーの方が、ちょっと手術をして、で、無事退院をしたっていうお話をちょっと伺いましたので、まずおめでとうございます。ね、本当よかった、本当によかったと思ってます。ね、怖いですよね、手術はね。本当に、その覚悟がいりますよ。でも、退院おめでとう！で、おめでとうございます、本当に。でも、そういうふうな中でですね、また検査の話するんじゃねえよって話、っていうことなんで、空気読めよ。もう空気読めって話なんでね。その辺にちょっとエアー的なものを感じ取ったトッピさんはですね、別な話をしようかなと思って。毎回ね、もう、あれですけども、今日も、よろしくお願いいたします。この間ね、ディーン・フジオカの話させていただいたんですけども、ね、素晴らしいですね。メロンが大好きなシャシャキシャがね、素早かったですね。パパッと、あのような内容の話なりも、パパッとこうコメントを打つ素早さっていうとかね、かっこいいです。もうスーパーゴールドメンバーになる。コメントしてくださると、コメントしちゃうと固定とかされちゃうので、結構ね、気をつけて、気をつけることが必要なのかもしれない、もしかしたら。で、ただ楽しく聞いていただければと思いますね。よろしくお願いいたします。で、本日のテーマなんですけども、結構皆さん大好き、やってまいりました、バージョン2になります。ちょっと面白い人ね、ちょっと面白い人っていう話、スペシャルじゃないんです。スペシャルじゃないんです。もう分かってますよ、皆さん。ちょっとだけ面白いんですね。スペシャルまで行ってないちょっと面白い人の話、メイド喫茶バージョンね、テイク2になります。また同じ間違いやらないようにしっかり喋りたいと思います。よろしくお願いします。私トッピがですね、メイド喫茶にちょっと行った時に面白い方々とお会いしたのがありましたので、ちょっとその時のお話をですね、させていただけたらと思います。よろしくお願いします。皆さんもどうですかね、メイド喫茶行ったことありますかね。まあ、男性は大体行ったことありますよ。もう行ったことありましたの。もちろん。 これね、これ名前とかね、こう出しちゃいけないんです。出しちゃいけないんです。まあいいですよ。で、旦那さんとかね、彼氏さん、お父さん、いろんな好きな人とかに聞いてみてください。メイド喫茶行ったことある？え？どうした急に？って言ったら、行ったことないんです。そうなの、メイド喫茶行った。あなたさ、聞いてきて、ゲームやってないんですよ。聞いて、何？メイド喫茶行ったことある？なんで？みたいな。
って言ったら黒です。黒ちゃんです。行ったことあります。メイド喫茶どうなんですかね。浮気に入るんですかね。お前は関係ねえだろ一人だからって。そういう話もしたいの、たまには。たまにはそういう話をしたいよ。 寂しい今ね、部屋でこんなことやってますけども、メイド喫茶で、交流ですよ、交流さんね。こういうの、違う違う、メイド喫茶で ごめんなさい、交流してきた人々の話ですね、いろいろさせていただきたいと思います。まずメイド喫茶のシステムなんですけども、結構いろいろ種類があるんですよね。ただ単になんかコーヒーを飲みに行くっていうところではないんです。そのメイドさん、なんかそのお店の、なんていうんですかね、こうシステムっていうんですかね、メイドさんとゲームをしたりだとか、ゲームって言っても、なんていうんですかね、こう、スイッチとか、スマブラとかじゃないんですよ。なんだろう、こう、UNO とか、なんかこう、オセロとか、なんかそういう、ちょっとしたババ抜きみたいな、あまり時間がかからないババ抜きみたいな、で遊ぶやつとか、あとメイドさんがこう踊って歌ってくれるとか、であとチェキを取ってくれるっていうのがあって、で そういうスタイル、ちょっと猫カフェとは全然違うんですよね。で、ちょっとしたことがあって1回ぐらいは行ってみようと思って行ってみたんです。そしたらなんかこう、最初こうカラオケセットみたいなのをお願いしたんですよ。トピがこうメイド喫茶に入ってって、で「いらっしゃいませご主人様」みたいな感じで、なかなかこう、なんだろう、こうバニラアイスみたいな、そういうなんか結構空間がすごい歪んでるというか面白いところだったんですけどね。結構初見は結構厳しいなと思ったんですけども。で、そこに行って、初めてですかって言うから、初めてです、よろしくお願いします。お名前伺ってもいいですかって言うから、ご主人様のお名前はって言うから、私、トッピですって言って、じゃあ、トッピニャンねみたいな、トッピニャンっていう名前をいただいた、コードネームをいただいたのは光栄ですよ、本当。で、こういうシステムがあります、バーってあって、で、うちのメイドさんはこういう感じです。で、何なさいますかって言われたんで、ちょっと2回は来ないかなと思ったんです。で、そのライブセット、おすすめのライブセットお願いしますって言ったの。そしたら、じゃあ、指名してくださいって言われて。で、じゃあお姉さんでお願いしますっていうふうな。初めて入って接客してくれて、違う人だと歌を聞きたいってあんまなんないじゃないですか。なので、それ、キャー嬉しいみたいな、はい、にゃんにゃんみたいな話なんかやつですよ。面白いなと思って、にゃんにゃんだねみたいな感じで、最終的ににゃんにゃんはできなかったんですけども、で、カラオケセット、じゃあ私はね、いっぱいたくさん歌を歌えるんですけども、何の歌になさいますかって言われたんで、あ、じゃあ、マイラバでお願いしますって言ったんですよ。そしたら、ん？みたいな。ちょっと、ごめん、もう一回いい？みたいな話になって。あ、マイリトルラバーのって言ったら、ちょっと待っててねって言われて。で、その人が歌える曲名リストみたいなのが、こう、手作りで用意されてたんですよ。で、それ見たら、めちゃめちゃそのいっぱい楽曲があったんですけど、ちょっと、何一つ分からなかったんですよね。年代とかじゃないんです。年代とかそういうのじゃないんですけども、分かんなかったんで、じゃあ、おすすめでいいですって言って、で、その人が歌ってくれた。で、正直その間ちょっと間が持たなくて、あんまり面白さをこう感じなかったんですけども、もう自分が帰る間際ですね、多分その1時間いくらっていう風なセット内容だったんですけども、そしたら、あちらのお客様、トッピニャンが、リクエストしてくれました。何々を歌います。皆様、トッピニャンに拍手をお願いします。みたいな感じで。
拍手してくれるんですよ。で、ちょっと立ち上がって、どうも、どうも、みたいな感じで。そしたら、なんか歌歌ってるんですよ。そしたら、サイリウムっていうんですかね、破壊光線みたいな、光る、縁日の時に、昔500円くらいで売ってた。今100円ショップで売ってる光る棒みたいなのありますよね。あれをこうブン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 振り回してるんですよ、前線は。前線の舞台はブン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 振り回したりとか、あと、なんだろう、なんていうかな、こう見たこともない、こう盛り上げ、なんか魔法の、なんていうの、こう、なんていうこう変身するスティッキっていうの、なんかこう、これがあると変身できますみたいなのをこうブブブブ振り回してるんですよ、前線が。で、めちゃめちゃ面白くて、なんでこんな盛り上がってんだろうとか思って 全然知らない曲なのに、なんかめっちゃこう体乗ってくるんですよね。なんか合いの手も完璧なんですよ、なんか。とか、えいみたいな感じで、すっごい面白いと思って。で、なんかそれがきっかけで、なんかちょっとそのメイドキスは面白いなと思ったんですよ。で、メイドさんに最後ありがとうございましたって言って、じゃあ私の曲は終わりになりますって、トピニャンリクエストありがとうございました、皆さんもう一度トピさんに拍手をみたいな感じでしたら、ありがとうって言って、こう前線が振り向いて、ありがとうありがとうみたいなことやってくれるんですよ。で、最後お別れ間際に、ありがとうございましたって言って、で、その前線舞台の方にもちょっとご挨拶して、どうもありがとうございました。あ、大体自分たち毎日いるんで、よかったらいつでも来てくださいみたいな形で、出会いがそこだったんですよ。で、ちょっと飛ばし気味で行くんですけども、で、そのような出会いがあったんですね、交流さんがあったんですよ。で、何が面白いのって言ったら、メイドさんは、ごめんなさい、あまりこう、そこのお店のところは、あまりこう、なんていうんですかね、心をこう、動かされる何かっていうものはなかったんです。ただそこにいた常連さんがめちゃめちゃ面白くて、皆さんすごいんですよね。なんか猫カフェとかに行って、寄付と一緒にその1万円を出すとか、ちょっと行き過ぎちゃって、もうでもそんなに行かないじゃないですか、2人でね。で、ちょっと長い人ってそんなかかんないのに、常連さんたち見てると、普通になんか2万3万とか使ってるんですよ。えっ？と思って。で、ちょっとですね、友人が水商売の店をこう経営してるのが何人かいまして、で、その話もまたちょっと別にさせていただきたいと思うんですけども。やっぱ今そんなにお金使ってくれる人ってなかなかいなくて、でも、なんかその当時メイド喫茶でも結構当たり前のようにバン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 みんな使ってるんですよ。で、うわ、これえげつなくこう儲かるね。もう本当そうですよ。もういともたやすく行われてましたよ、あれは。っていう話で。で、その中で、見た。山梨県の話なんですけども、なんか推しがいるみたいなんですよ。皆さん推しがいるんですよ。で、私ね、いて、で、常連さんたちとなんかこう喋ったりとかしてると、あなたの推しはトッピニャンの推しは誰ですかみたいな話とかされて、いや、どちらかっていうと常連さんたちが一番面白いんですけどみたいな感じで思ってて、で、常連さんたちもなんか、トッピニャン次いつ来んの？みたいな話とかで、結構なんか友達ができたんですよ。で、それがすごく嬉しくて、これ障害者になってからの話なので、あまりこう、なんだろう、自分の言う、交友関係っていうのが全然なかったので、もうそれが嬉しくて、その常連さんたちと結構、話してたんです。
そしたら結構なんかメイドさんから結構なんか「お前何しに来てんの？」みたいな話とか、だから皆さん推しがいて、でその推しに対してそのこう寄付をするというか、多分何パーセントかのそのキャッシュバックシステムだと思うんですよ。チェキ1枚1000円ぐらい、1200円ぐらいしたのかな、みんなやっとってて、でそのキャッシュバックが何パーセントか多分メイドさんに入ると思うんですよね。だからつかず離れずの関係性をうまく保ってると思うんですよね。でその中にはなんか結構厳しいルールがあって、まず第一に写真撮影は無断でやっちゃいけません。まあ、それはそうですよね。それはやっぱその大好きなチャンネル様の今日ちょっとトレーナーとか T シャツが写したかったんですけど、それはダメですって書いてあったんで、さあ当たり前ですよ。だから稲葉写してます。で、第2のルールが触っちゃダメっていう 触っちゃダメですよ 本当にダメですね。はい、で第3のルールが手作りのプレゼントはプレゼントは決められたものしかダメですっていうふうな内容だったんですよ。時間大丈夫かな、これでも結構飛ばしてるんですけど、で決められたものって何なのって話になったんですよ。そしたら 一人のメイドさんが教えてくれたんですけども、食べ物以外で、食べ物もちゃんと買ってあって、レシートがかいついてあって、封がちゃんとついてあるもの、できたらこうパッケージでくるんであるものじゃ以外はダメっていうんですよ。で、なんでそんな厳しいのって聞いたら、みんななんか手作りで作ってきちゃうのよみたいな話になったんですよ。かわいそうになと思って で、一生懸命何十万って使って一生懸命手作りのプレゼントももらってくれないのかとか思いながら、まあそんな中ですね、通ってたというか 理由があってですね、そこのお店ではなんかパトロンじゃないんですけど、なんか一人一回ワンセット何かを頼むとくじ引きが引けるんですよ。で、そのくじ引きを引くと、メイドさんの特製ラミカっていうんですかね、こうカードがもらえるんですよ。で、それをみんな コンプリートしたいんです。課金ですよ。めちゃめちゃ高い課金ガチャですよ。で、それを手伝ってもらえないかっていう話をされたんですよ。で、いいよっていう話にしたんですよ。そしたら、申し訳ないけど、お金はちょっと出せないだっていう話したら、お金は問題ないみたいな。そう、ただくじ引きをこうラミネートカードをコンプしたいから手伝ってくれみたいな話になって、で、そうなったんですよ。そしたらメイドさんが、まあ、5、6人ぐらいいたのかな当時で、その1時間2000円3000円使ったら、はい、どうぞって言って、こう、なんか、くじ引きみたいなやつのところに、こう、手をパッて突っ込んで、パッて写真を撮るんですよ、ラミカを。たら、携帯かなんかで撮影した 画像がめちゃめちゃ悪い、写真をカラーコピーして、それを、なんですかね、こう。ラミネートにしただけの写真なんですよ。笑っちゃいけないんですけど、そんなものになんでこの人たちはお金を使えるんだろうと思って、一人でヒートアップしてきましたけど、そしてやってたんですよ。だからみんな推しのカードを集めたいですよね。オータンですよ。私だったらオータンをしますけども、オータンだったらコンプリートしたいですけど、で、それをコーヒーを飲みながら見てたんですよ。そしたら、結構みんなやっぱ命がけなんですよ。当たり前ですよね。だって、ソシャゲとかで、私もパズルドラ？
にめちゃめちゃ課金しちゃった時があったんですけど、やっぱ熱くなっちゃうんですよね。で、金額が 何だろう、その人たちの方が上なので、で店側もうまいんですよ、やっぱりシステムが。5日間限定ラミカとか、その季節限定ラミカみたいなのバンバン出してくるんですよ。だからその期間に行ける回数って決まってて、で1時間に1回しか引けないから、自分の仕事と時間と限られてくるから、要は人員補給が必要だってことで、でトッピング手伝ってくれみたいな感じで、任しとけっつって、でコーヒーを飲みながら そのライブをパッて聞くんですよ。だから一人の、大体はパッて言った時に「ああ」って言って「推しじゃなかった」って、「ああ推しじゃないか残念」みたいな、まあ大体の人は、まあ、そういう、まあ、反応じゃないですか。なかなか言えないじゃないですか、くじ引きを持った人のカードで、ごめんなさい 人員補給を2、3人してる廃課金者がいて、でどうしてもその推しの子のカードをコンプリートしたいって言って、じゃあガーってこうパッて引くんですよ。そしたら何が出るかなみたいな感じで言ったら、その子はなんかなんだっけな、すずちゃんみたいな、すずちゃんのカードをコンプリートしたい、でもくじ引きの箱を持ってるのがなっちゃんっていう方だったんです。そしたら、じゃあバーって言いたいんだ、すずちゃん出ろすずちゃん出ろみたいな、トゥー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 みたいな感じで、えって引いたら、すずちゃんのカードじゃなくてなっちゃんのカードが出たんです。だから、あやった、それ私だよって言ったら、ふざけんな、いらねえよこんなもんみたいな みたいな感じで言ったんですよ。そしたらなっちゃんがまた店の奥のバックルームの方にこう引っ込んでたんですよ。多分泣いてるんですね。でもしょうがないと思うんですよね。そういうことを言う人も悪いけど、1回3000円のガチャガチャですよね。多分すごい確率でやってるんですよね。で、なんかもう、で、めちゃめちゃそのお金を使ってコンプリートして何がしたいんだろうと思って、でもやっぱ、なんだろう、その気持ちもわかるし、女性に対して言う言葉でもないけども、まあ店が悪いよねって話になったんですよね。っていう話なんですけど。で、すずちゃんが卒業してしまうっていう時があったんですよ。多分大学が終わる時ですよ。で、大学が終わると大学みんな辞めてくっていう、でそういうスタイルだったんで、その時にまたちょっと呼ばれて、いや実はすずちゃんの卒業パーティーで限定商品があるから また頼むっていう言われたんですよ。そしたら「よっしゃ任しとけ」っつって「トピさん来たで」って言って、そしたらすでに泣いてるんですよ。お店の中に入ってテーブルについて「お元気か?」みたいな感じで声かけたら、めっちゃ泣いてるんですよ、大の大人が。さ どうしたの?って聞いたんですよ。そしたら、なんかもう今までのこととかいろいろこう考えたら涙が出てっていうから、めっちゃ本当に普通になんか、親の葬式でもそんな泣かなかったかなみたいな感じで勢いで泣いてるんですよ。まあでもそりゃそうだよってな、3000のガチャガチャとかたくさんやったんだから偉いよって言って、あんた頑張ったよみたいな、いやとんでもないですみたいな、トップさんがねわざわざお忙しい中来てもらってコンプできたし、でどうたらこうたらみたいな感じで言ってたんですけど、まあ、全然こっちからしてみればコーヒー飲ませていただいて、で楽しい思い出を作らせていただいて、もう申し訳ないぐらいですよ。話をこういろいろわちゃわちゃしてたんです。そしたら、なんかまたスペシャルデーみたいな感じで、
スージャンの、なんか、こう、ホームビデオみたいなのが流れるんですよ。そしたら、なんか、嗚咽し始めたんですよ。うっ、みたいな感じで。で、そしたら、普通もらい泣きするとこなんですけど、全然もう、笑っちゃって、笑いが止まんなくて。そしたら、やっぱダメじゃないですか。だからちょっと喋ってこれをごまかそうと思ったんです。そしたら「わかる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 よわかる気持ちはわかるよ」みたいな、まあ、そういう時もあるよみたいな話したんです。そしたら「なんか自分なんですけど」みたいな、仕事が 東京の時とかもあったんですよみたいな、新宿なんですけどって言って、だからもうお店に間に合わない時は特急券買って、電車に乗って来たりとかもしたんですよ、過去にはって言って。ああ、そうだったな、苦労した時もあったんだねって話して。でも、なかなかお金が続かなくて、無断で乗ったりした時もあったんですよ、みたいな話してたんですよ。そんなこと泣きながら言うことじゃねえだろうと思ったんですけど。で、最後に、すずちゃんと、グッズを大量に大人買いして帰ってくっていうスタイルだったんですけど、でそういう人の方がですね、あとは何て言うんですかね、こうメイドさんとおしゃべりをすることができるのがあったんですよ。それがメイドさんにこう飲み物を1本ポン、なんかジュースをプレゼントすると、3分間お話しできるっていうシステムなんですよ。もう結構良心的じゃないの？みたいな感じで思うかもしれないですけど、飲み物代が バカ高いんですよ 本当に